妊活のためにね、何をしたらいいかっていう話よくあって、妊活やったらこれこれとかの温活とかさ、肌温めるとかね、腸活、はい、腸の環境を良くしたら妊活にいいとか、あと何があるんかな、なんかいろいろこう、なんかこれをやったら妊娠できるみたいなね、なんか都市伝説みたいないっぱいあるじゃないですか。ああいうのって私もう、まあ、うさんくさいってあれやけど、基本ね、妊活してる人たちに言いたいけど、これをやったから妊娠できるっていうことってないんですよ。免疫力上げるとかね、自律神経整えるとかよう言うけどね、うさんくさい。なんでってさ、ほら、自律神経を書く、自律って書くね、自ら律するって書くんよ。ね、なん特別なことをわざわざしなくてもね、人間の体は自らちゃんと回るように、自らを律するようにできてるんですよ。うん。で、免疫なんか言うたらね、免疫なんてね、ものすごい複雑な体の仕組みが、あるので、免疫力で何々したら、ビタミン取ったら免疫力が、とか、ね、そんな簡単なもんじゃないですよ。その語れるもんないんですよ。ね、温活やったら、靴下しっかり履いたら、妊娠できるとか、そんな話じゃないですよ。ね、なので、基本ね、妊活して赤ちゃん欲しい人たちやって欲しいのはね、もうとにかく規則正しく元気にいっぱい笑ってしっかり食べてしっかり寝るという人間として当たり前やなっていう生活を送るっていうことよ。これをやることが一番妊娠に直結するんですよ。難しないね。はあ、ね。もちろんたまにはマクド食べました。ピザ食べ放題行きました。スイーツの食べ放題。いっぱい食べちゃった。全然いいんですよ。うん、でも基本日本人だから、まあ、和食が体にはいいよねっていうところならちょっとジャンク行っちゃったらちょっと 2,3 日は和食中心でちょっと一応休ませようかなぐらいの、はい、そんな感じでいいんかと思うんですよ。だから、ね、デトックスとかさね、ああいうのもね、デトックスっていうのは結局血液をきれいにして体をリセットかけるっていうことでしょ。体をリセットかけるためにはね、腎臓が働いてくれてね、尿としてね、そのね、血液のろ過をやってるわけですよ。だからデトックスで体がろ過されるんやったらね、腎臓がやってるものすごいことをですね、そのデトックスと言われるな、ようわからへんことでね、腎臓の管理ができるわけがないわけ。ね。で、腎臓が働けへんようになったらどうするかって言ったらね、透析するの。はい。そうやってね、ろ過するしかないですよ。デトックスみたいなことでね、16時間断食とかさ、それも悪くはないねんけどね。そんなことで体がリセットされたり、妊娠しやすい状態にはならないの。